ールド DIY チャンネル、ジャイアントパンダ王品、桃品、結品、彩品にフィーダーをプレゼント。やってみよう。皆さんこんにちは、ジャイアントパンダ飼育スタッフの宮下です。今回はホワイトデーに合わせてメスのジャイアントパンダ桜浜、桃浜、結浜、そして彩浜の4頭にプレゼントを作っていきたいと思います。これまでもアドベンチャーワールドではシーズンのイベントに合わせてパンダたちが運動場で楽しい時間を過ごせるようにプレゼントを作ってまいりました。今回ホワイトデーではフィーダーを作っていきたいと思います。はい、フィーダーっていうのは動物の給餌の際に使われる仕組みのようなものです。パンダたちが振ることで中から動物用のビスケットが出てくるものを作っていきたいと思います。フィーダーを設置することで運動場での行動の選択肢が増えること、また餌を出すために頭を使いますので、それが認知的な刺激となり行動や脳に良い影響を与えることなどが期待されます。またパンダは通常 50% 以上の時間を採食行動に充てると言われていますが、飼育下では簡単に餌が手に入るためその時間がどうしても短くなります。フィーダーによって採食行動を複雑化し、採食に費やす時間を長くすることで行動の時間配分がより野生に近い状態になることも期待されます。パンダにはグルメな一面がありまして、竹を食べる前に匂いを嗅ぐんですが、気に入らない竹だと食べなかったり、また竹の種類によっては葉の部分だけを食べたりします。そうして残った部分をこれまでは廃棄することが多かったのですが、現在では循環型パークを目指し様々な活用方法を模索しています。今回もパンダが食べない幹の部分を使って作っていきたいと思います。今回フィーダーの材料に使うのがこちらの竹なんですが、普段パンダたち大阪と京都の竹食べてるんですけど、そのうちの大阪の孟宗という竹の普段は葉っぱを食べてるんですが、今回その食べない部分、この太い茎の部分を使ってフィーダー作っていきます。今回作るフィーダーはだいたい大きさはこれぐらい、50センチぐらいで考えていて、で、節がここにあるので、この中が空洞になってるんですね。なので、ここに中にビスケットが入る用の穴を何個かいっぱい開けてあげて、パンダがこう振ったら穴からビスケットが出てくるっていう仕組みにしたいと思います。で、パンダたちがこの節をちょっと横から手とか口で壊さないようにちょっと余裕を持って節から5センチぐらい取ってます。ちょっとこれぐらいの大きさでやっていきます。いきます。ここに節が両サイドあるので、この中の空洞におやつを
入れるようにまた穴を開けていきます。人間がやってもずっともうちょっと多分ですね、パンダたちはそのなかなかおやつが出てこないとすぐ飽きてしまってポイって興味持たなくなってしまうかもしれないので、ちょっと穴は大きめに開けていきます。今回このフィーラーの中に入れるのがこの動物用のビスケットです。だいたい大きさもこれぐらいのものを入れるので、中に入れた時にパンダたちがこうこの竹の筒をなんだろうなって心がした時に、中からこのビスケットが出るように穴を開けてます。この穴の大きさと数がどれぐらいにしようかと試行錯誤してます。あまり簡単に出てきすぎても面白くないんですが、全然出てこないと本当にパンダたちがポイッと興味を失ってしまうので、もうちょっとですかね、頑張ります。今竹に穴が開け終わりました。何回かビスケットを通してみたんですけど、これぐらい大きな穴だったらパンダが乗った時にビスケットがちょうどいい感じに出てくるかなという感じです。ちょっともう一工夫して完成に近づけていきたいと思います。喜んでくれるかな。それではフィーダーを4頭にプレゼントした様子見ていきたいと思います。まずは双子のお姉さん桜浜、桜浜はどのような反応を見せてくれるのでしょうか。まずはフィーダーのですね、この下の部分を鼻でつついたんですが、その勢いでフィーダーが横に倒れました。倒れて穴から大量のおやつがもう一気に出てきたんですね。おやつ食べた後、フィーダーよりもいつも出ている竹に食いつきました。そして今度は双子の妹の桃浜です。桃浜はこのフィーダーにとても興味を持ちまして、両腕でしっかりと握って穴から匂いを嗅いだり少し加えてみたりといった反応を見せておりました。今ちょうど穴からおやつの人参が出て気づいたようで食べております。またこの後も全身をフィーダーにこすりつけていたり、また大事そうに抱えたりといった姿も見せてくれました。自分が抱っこしていたこのフィーダーが運動場コロコロと転がると待って待ってといった風に追いかけておりました。そして次は4歳のユイヒンです。ユイヒンはどんな反応を見せてくれるのでしょうか。最初は少しずつ近づいていきましたが、一旦興味を持つとですね、しっかりと握って、実はユイヒンは他の3頭と違ってですね、このフィーダー一部分竹として食べておりました。私も食べないだろうなと思っていたんですけれども、バリバリとしっかりと噛んで食べていたので驚きでした。そして最後は2歳の彩浜です。彩浜も匂いを嗅いで近づいて、とても好奇心旺盛ですので、このようにフィーダーしっかりとしがみついて遊んでおりました。一旦
このように遊び出すと、もう夢中でなかなかこのフィーダーから離れませんでした。このフィーダーを横にこう動かすことが少なかったので、なかなか穴からおやつが出てくることが少なかったのが少し残念でしたが、いつもこの運動場にないこのフィーダーを見て興味を持って、いつもとは違う反応、行動を見せてくれたのがとても嬉しかったです。大事そうに抱えております。はい、皆様いかがだったでしょうか。4頭にフィーダープレゼントして、それぞれのパンダがまた違った反応を見せてくれました。このホワイトデーの企画でプレゼントしましたフィーダー、これ実際にユイヒンにプレゼントしたフィーダーなんですが、ご覧の通りですね、部分的に壊れたり、少しパンダたちが食べたりして、フィーダーの役割はもう終わっておりますので、現在はパンダたちの運動場には出しておりません。またこれから先のシーズン、季節に合わせてのパンダたちが運動場で遊んだり、普段とは違った新鮮な行動できるようなプレゼントをまた考えていきたいと思っております。皆様、アドベンチャーワールドのチャンネル登録もお願いいたします。この度はご視聴本当にありがとうございました。